今回ご紹介するのは近鉄長野線の岸駅です。岸駅は大阪府富田林市岸町3丁目にあり、1898年明治31年4月14日に嘉陽鉄道の古市富田林間開通時に開業しました。当駅は富田林市内の駅では最も利用客が多いです。大阪芸術大学、大成学院大学、上宮大使高等学校の最寄り駅であり、朝夕はこれらの学校のバスが駅前に発着します。これに加えて阪南ネオポリスや大使町、さつきの方面からの路線バスも発着しています。当駅の駅舎は地下にあり、改札口は1箇所のみです。古市駅管理の有人駅で、ピタパ・イコカ対応の自動改札機および自動精算機が設置されています。特急券、定期券は専用の自動券売機にて即時購入が可能となっています。当駅は相対式2面2線の地上駅で、地下化される前は2面3線でした。1899年明治32年に嘉陽鉄道の路線を嘉南鉄道が継承し、当駅は嘉南鉄道の駅となりました。1919年大正8年1月1日に岸駅から大志口駅に改称しましたが、そのわずか3週間後の1月25日に大志口岸駅に改称しています。同じ年の3月8日に社名変更により大阪鉄道の駅となりました。1933年昭和8年4月1日に駅名が現在の岸駅に改称されました。1943年昭和18年に関西急行鉄道が大阪鉄道を合併、当駅は関西急行鉄道長野線の駅となり、1944年昭和19年の戦時統合により関西急行鉄道が南海鉄道と合併、近畿日本鉄道長野線の駅となりました。
ご視聴ありがとうございました。